パリ五輪スポーツクライミング男子複合予選7日ルブルジェスポーツクライミング会場リードが行われ楢崎ともは28は高度を伸ばすことができず落下リードは14位の121点にとどまり合計665点の10位で上位8人の残れず決勝進出を逃したボルダーで2位だった楢崎だったが 課題のリードだったとはいえ、まさかの展開。観戦した妻で、東京五輪銅メダリストの野口昭代さんも思わず顔を覆った。正直体の感覚は良かった。全く点が稼げず、大失敗しました。オブザベの段階だと楽しみな印象だったが、冷静にいけていたが、ちょっとだいぶ失敗しちゃいましたね、と振り返り、本当に、いろんなことやってきて、今回こそはという気持ちでやってきた。 すごく残念です、と、ショックを隠せなかった。東京五輪から2大会連続出場の大舞台で、初のメダルを目指して臨んだ。東京五輪は4位に終わり、これは夢じゃないかな、と現実を受け止められなかったという。23年は序盤から調子が上がらず苦しんだが、世界選手権の複合で銅メダルに輝き、パリ五輪の出場権を獲得。パリ五輪の目標を、 次こそ金メダルを取りたい、都市、東京へのリベンジの思いを胸に、パリ五輪へ臨んでいた。楢崎智は、楢崎智は、1996年6月22日、栃木県宇都宮市出身。小学5年で競技を始めた、宇都宮北高に進学、高い身体能力を生かし、16年、 19年にはボルダーで W 杯年間総合と世界選手権を制した。東京五輪は4位。妻はスポーツクライミングで東京五輪複合銅メダリストの野口昭代さん。100